復興号は台湾鉄路管理局が運行している列車の一つである。復興号の復興という名称は中華民国総統、小解析が中国での文化大革命に反対して1966年に中華文化復興運動を提案したことに由来して命名された。復興号の前身は拒協号に組み込まれていた霊気大号であり、 運行管理の利便化を目的として1981年に巨協号を巨港号と礼気対号とに分離した際、礼気対号が復興号という独自の列車となった。また、車両等級以外に鉄道運賃計算では4種類の運賃体系の中で3番目の運賃等級の名称として使用されている。2019年1月現在、 運賃は1トルあたり 1.46NTD である。このほか通勤電車、四線用冷房機動車も、当該等級での運賃計算を行い、切符上には、復興、電車と印字表示されている。2006年11月1日、大鉄は、電車の等級を廃止し、不追号の復興号及び電車を、区間車として統合し、運賃は、 復興号の運賃体系に基づき計算されている。1980年代、大鉄は、東久差鉄工省に対し空調客車120両を発注した。1 9 8 2年2月、最初の15両が引き渡され、巨構号にて、従来の客車との混合変装での運行が開始された。この車両を一般に拒否仮り得回付係対号と、称されている。 1980年7月16日、大鉄はこれら新型車両と比較的内装が高級であった巨峰号車両との混合編成を台北下連間及び台北高尾間に投入し、巨峰号として運行した。この段階で大鉄の上級列車は、自強号、巨峰号と巨峰号の三本立てとなった。巨峰号は、その他東急の列車同様電力機関車あるいは、 ディーゼル機関車により牽引されていた。当初投入された15両の新型車両は内装が日本製の虚構号と類似していた。新型冷気対合会車が工場出荷される際には当初特別な名称はなく単に拒否仮特回付係対号と称されていた。そのため新型車両の車体塗装は わずかに区別用の白線が付された他は、巨構号の車両と同一のものが採用され、巨構号で運用されるときは、冷気対号と称されていた。1980年から走り始めた巨構号は、同一列車でありながら、座席により巨構号と冷気対号とに分類され、運賃体系も異なっていた。しかし、同一時刻に運行される、 同一列車に異なる等級を設定することは、運行上の不便となり、1981年12月28日に120両の車両が完成後、混合編成による巨協号の運行は廃止され、霊期待号が正式に復興号として独立した。1985年になると、復興号の車両不足から、 旧型車両更新の名目で、東久差鉄工賞により 35SPK2200、35SPK2150、35SPK2200 型復興号車両が製造された。この新型車両の最大の特徴は、デッキ部に自動ドアを設置し、空調設備を屋根に配置したことにある。冷気対ラ開脚車 SPK2325。 旧型客車に冷房装置を搭載し、復興号と同様の水色系の塗装を施したもの1990年代、大鉄は空調車両の不足を解消するために、それまで空調の存在しなかった平会社に空調設備を増設し、復興号としての運行を開始した。しかし、運行速度や座席が旧来のままであり、また車内放送が行われないと元来との、 復興号との不公平感があり、結局運賃が平会社に戻される意見があった近年、復興号の運転本数は削減傾向にあり、台北高尾間を直通する列車は2002年では7本あったのが2009年には2本のみの運行に減少している。2010年12月22日のダイヤ改正で一度廃止されたが2011年2月に 東武幹線のカレン・ギラン間で再び運行を開始した。4月より樹林台東間での運行も始まる。復興号 40SPK2000 巨工号と同一の52座席車両に60席を配置しているため、座席間隔が狭く、また窓の配置との齟齬が生じている。日本国外の列車は日本の列車種別を明確に当てはめることは難しいが、当列車は 日本国有鉄道の準急列車に相当する列車種別として扱われることがある。ただし、運賃制度上は座席指定の有無以外は、区間車、区間会社と同格であるため、全席指定の快速列車に相当する場合もある。台湾鉄路管理局の復興号は、支線で運行される d r 線0及び通勤、電電車を除き下記を保有する。なお、これらの客車は、区間車、 区間会車にも使用されている。1990年代以前、大鉄車両は、鉄路管理局内で統一された名称が存在せず、切符上の名称と運行の名称が異なっていた。復興号には復、復興号特会、復興特会や、客をつ等の名称が使用されていた。1990年代、大鉄がオンライン派遣システムを導入した後、 名称が次第に統一される傾向があり、1993年12月1日に正式に、特、会が削除され、復興号の統一名称が誕生した。ただし、客オッツの名称は、運行部門内部資料で、現在も使用されている。ありがとうございます。